さて、弁論部分について、その技術的なもの、技術、単なる技術、それを引くっていうこと、これは哲学でも精神でも何も引くっていうの、明らかに技術、ここにおったらやられる時にさっと引くでやられるんですよ、とか中華な、ここにもいるもんね、シュッな、もうここにいなかった、ここにいるわ、引いたからあんたが倒す、うちが引いたから、うちが撤退したからあなたたちが倒す、違うかしら。でもここで余裕のポーズしててね、いつも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 やられるからやばい、ヒュー、うん、いやーしてからヒュー、分かってきたかな、面白いやろこれ、弁論じゃないけど、どれで怒るかもしれないけど、こんなもんやね、弁論部分も。な、もう自爆霊みたいな、その一箇所で、その自分の縄張り、諸センターだやろ。さすがに金払ってるから、電話会社は、電話会社。な、パソコン会社はパソコン会社。ただで SNS やって言って、自分の縄張り、はぁ、な、借り物やもちょろちょろ知るやん。な、でしょ、自分の田んぼ守るときもずっと田んぼでこうって待ってるんか。あかっ君らの好きなシャアな、戦場転々としとるやろ、メンテナンス、部下たちのメンテナンス、こうその戦術はあかんなって、どうしたらいいんですか、あれもうおられなくなった。分かってた。メンテナンスするのはいいけど、いきなり最前線に出るのよ。あ、おっしゃって。常に最前線におったら、あ、おっしゃーやろ。自爆シャーマンかんで、自爆霊。自爆霊型のシャーマン。それシャーちゃうから。それ誰か。ザンジパル。ちょっと、居酒屋行ってから、ザンジパル。大丈夫かしらって、枝物だって、茶葉物のぞいたら、うわーって、ランバラルバル。大丈夫かしら、ローマテイク歌わせないわよ。みたいな。わかるでしょ、わかんねえだろな。この高さでわかんの、そんなもん。